市原英二の花万歳。今日は母の日のアジサイをいろいろと紹介したいと思います。それではどうぞ。いやー、もう雨でね、ほんと大変でした。店開けるや否やもうザザ降りです。もう朝の5時からね、今日はねやってます。まずはね、ゆっくりとね、いろんなアジサイありますのでね、紹介していきましょう。白いゼブラ、そしてこちら大英花園さんのレイ、そしてブラックナイトですね。いやー、 PW さんのねアジサイも綺麗です。そして月光はね、これなぜ夜を朝方撮影しましたかというと、月光夜綺麗なんです。そして手まり手まり、いやー、そしてね、鴨勝負園さんのコンペイト、そして山釣り園芸さんのガーデンアジサイ、いろいろですよね。ギュパール、レンブランド、いろいろ、またハリもありますしね。そしてフレンチボレロへやっていきます。店はねこんな感じでね、もうありとあらゆるアジサイをなんとか頑張ってね、仕入れています。ラグランジやブライダルシャワーもね、3年もの4年ものになるとこんなに素敵です。そして吉弘さんのサプライズ、いやー、ほんと綺麗な一品ですね。こちらの白はね、あの清水ナーセリーさんのプリンセスアンでしたね。そしてマジカルシリーズですよ。やっぱりダブルダッチもね、ほんと綺麗な一品。ずーっとね、いろいろとね、ゆっくりとご覧ください。夕方と言いますか、もう明け方ですね。これレンブランドもね、あのこの時期の、月光も含めてね、やや暗い時に見てほしいということで、今日はね明け方から撮影させてもらいました。この後ね、マジカルレボリューションも綺麗ね、あのいろいろとね、あの一品一品ね解説していきますのでね、一つよろしくお願いいたします。まずはね、坂本植物園さんの月光ですよ。ムーンボー、やっぱりムーンボーはね、ほんと綺麗な一品ですよ。僕はね今年一押ししています。寒暖差雨にも強いこの月光、おすすめの一品です。やや暗くなっても色変わりしますし、ほんと綺麗な一品。そしてね、ダンスパーティーハッピー坂本植物園さんの本当に傷まないアジサイ、僕からもはこの坂本植物園さん、やっぱりおすすめです。そしてね、矢田部さんのプロポーズフォーユー、どん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 良くなってきます。そして、島根オリジナルアジサイ、月うさぎ、それからゼブラですね。やっぱりね、この白のね黒軸アジサイは、ゼブラは本当至高の一品。バニラスカイも綺麗なんですけども、この白のねプリンセスアン、白の見比べるっていうことで、一つ一つね個性が違いました。それからやっぱりね、山釣りさんのカーリースパークル、ほんと綺麗ですね。ボリュームたっぷり。ギュパールもね、ほんとこの葉っぱの斑入り感最高でしたね。いやー、このコンフェッティシリーズはね、何とも言えないです。いやー、そしてね、このレンブランド、やっぱり光と影いうことで、やや暗がりで撮影しましたけども、これがピンクに色づいてくるんですね。フルフルローズもね、綺麗ですよ。そして、ダブルダッチ。本当にこれも綺麗な一品。いやー、ほんとね、ダブルダッチ見て、そしてレンブランド見て、光と影。いやー、このアジサイ、これからおすすめの一品ですので、皆さん注目のアジサイです。よろしくお願いいたします。いやー、コンフェッティシリーズはね、この何とも言えないこの紙吹雪みたいなね色の柄、ほんと綺麗です。
こちらの方もね、ギュパールとパンサーなんですけど、ギュパールはね、こういったガクアジサイ、そして葉っぱも、カラーバリエになっています。なんとも言えないほんのりアジサイですね。いやー、フルフルローズもね、黒いね、黒葉っぱのね、ブラックリーフシリーズで、ほんと綺麗でしたね。やっぱりね、ガーデンアジサイ、徐々に開いてきますので、本当に綺麗な一品。また針もね、色が変わるこの姿、ゆっくりとね、ご覧ください。やっぱりね、坂本さん、ピンキーリング、ほんと綺麗ですよね。そして、こちらですね、コンペイト、二色ミックス。本当に、綺麗な一品です。やっぱりコンペイト綺麗ですね。そして、カモさんの、恋物語。いやー、この、なんとも言えないね、ダブルホルテンシア。綺麗ですよね。バラ咲き、八重咲きになっています。ダブルダッチもね、本当ね、この星型のイメージがね、いろんな意味で違っています。そして、長谷川さんの4年もの、3年、4年ものの、このビッグなラグランジアブライダルシャワー、そしてフレンチボレロですよ。同じね、どこで切ってもいいアジサイ、フレンチボレロや、このラグランジア。やっぱりね、ほんと綺麗に仕上がりますよね。ボールに仕立てたらもう最高の一品です。そしてね、雨やね、高温に強いマジカルシリーズ、マジカルコーラルです。やっぱりマジカルシリーズの中ではね、一番綺麗じゃないかなと思います。そう、こちらね、花が大きくなってくるマジカルエボリューションもね、今年の面白いアジサイの一つ、そしてマジカルレボリューションの二色ミックスもね、花がブルーとピンクの行ったり来たりで、ほんと綺麗な一品です。いやー、マジカルはね、この時期もう一番安定感のあるアジサイですね。そしてね、これやや暗がりで撮りましたが、ブラックナイト、吉弘さんの最新品種のアジサイです。鈴木農園さん、鈴木吉弘さんの最新品種サプライズとね、このブラックナイトはね、吉弘さんのオリジナルアジサイです。そしてアメリカアジサイ、ピンクアナベル、PW さんのね、アナベルはほんと綺麗ですよね。まだつぼみですが、これからね、どんどん良くなる松尾さんはね、やっぱりアナベルここまで上手に作り切られますよね。いやー、やっぱりこの人のアナベルがやっぱり一番綺麗でしたね。そしてライブのアナベルも、最新で出ています。アナベルはね、ぜひチェックしていただきたい、商品なんで、おすすめの一品です。いやー、やっぱり結構ね、目いきますよね。それではね、こんな感じでね、アジサイ、いろいろね、これ母の日終わってもやってますので、今後ともね、アジサイ、一つよろしくお願いします。それではね、開店準備に入ります。またね、夜をお楽しみください。